はい、どうもベルです。今回は指引き、まあ、フィンガーピッキングのコツということでね、ご紹介していこうかなと思います。で、まあ結構前にね、左手、こっちのまあ運指に関しては、まあ、手のちっちゃい人でもできるってことで動画出してますんで、そっち見ていただいて、右手、まあ今回は指引き、まあ、フィンガーピッキングって言ったりしますけど、それをね、意外とコツを知らない人が多いんですよ。これやってる人はいるんですけど、こうバタついてたりとか、なんかうまく早く弾けないぞと、リズムが安定しないぞという人が結構多いんでね、その指引きに関して弾き方をちょっと解説していこうかなと、コツを教えていこうかなと思います。で、まずは、指引きなんですけど、なんかアポヤンドとかアルレイレだかアルイレイだか分かんないけど、なんかそういう名前でね、本で出てたりするんですよ。まあこう弦弾いて手前の弦にこう当てるとか当てないとか、そんな違いしかないんですけど、あれね、まあクラシックギターの本来弾き方をベースの指引きで利用してるだけなんですよ。なんでね、まあ別に正直どっちでもいいです。で、今日一応私がやるのは弦を手前の弦に当てるやつ、弾いてから手前の弦に当てて止めるやつですね。なんでアポヤンドっていうのかな、まあことはどっちでもいいです。でやっていくんですが、意外と本当みんな指引きのねポイントを理解してない人が少ない。ポイントを理解してる人が少ない。で、指引きってまあ指でこうやって弾くんですけど、こうやってね、こうめちゃくちゃこう見えるかな、振りかぶって当ててる、振りかぶって当ててるっていうのはかなり多いんですよね。これやっちゃうともう綺麗な音にならないし、リズムが遅れる原因に実はなったりするので、これはまずやめましょう。これポイント1ね。で、じゃあどういう風に実際弾くのかっていうと、基本的には指引きって当たって指が離れた時になります。こうやってね、なんでこうやってバタついてる人はこっからも弾いて音が鳴ってるって勘違いして当たって鳴るんで、タイミングがどんどん遅れていくんですよ。そうするとリズムキープができないので、基本的には触れてから鳴る、触れてから鳴る、触れてから鳴る、触れてから鳴るっていうのをかなり意識することが大事ですよと。で、じゃあどういう弾き方をすればいいかっていうと、ちょっとイメージになっちゃいますけど、みんなこう弾くっていうとね、こう引っ張っちゃうんですよ。手前の弦に向かってこうね、に向かってこう弦を引っ張っちゃう、弦を引っ張っちゃうっていう風にやっちゃうと、どうしてもね遅れが生じる。そうじゃなくて、弦をこの指先ね、指の先端が弦に当たってから、自分のお腹、まあ胸でもいいかな、こっちの方手前に向かって押してあげてください。手前に向かって引くんじゃなくて、そのまま突き刺すように押す、手前に押す、手前に押すっていうようにやると結構綺麗になるんですね。まあこんな感じ、指を押す、押すってイメージでやること、これはかなり大事ですね。なんでね、こういうデコピン分かります？このタイプのデコピンじゃなくて、こう額にパーンって当てるタイプのデコピン、あれです。これがまあ弦だったとして、指を触れてそのまま手前に押していくとかっていう意味がパーンって弾けて鳴るっていう感じ。こう引っ張ってこう弦を揺らすんじゃなくて、支えられてて指が離れた時になりますよと。これすごい大事なポイントです。なんで指の力でこうやって弾いちゃう人は、指がこう曲がってこうやって弾いてるんですね。こうやって弾いてるじゃなくて、本来指の力は抜いといて、手前に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 どんどん押していくと指がこうやって曲がっていくんですよ。で、もう弦が耐えられなくなって指が弾けて音が鳴ると。これなんで、こうやって力入れてる人はまずもうやめましょう。もう指先から腕ごとそのまま弦に向かって押してって、指が曲がってプン、指が曲がってプンってなるようなイメージっていうように弾く。これがね、一番大事なポイントなんです。手前に弦があるから、そこに当てるように引っ張るとか、弦に当てないように上に引っ張るとか、そういうことじゃなくて、手前に押す、押すと指はだいぶ
あんまり動いてないように見えるでしょ。で指も速くて、多分このカメラだと多分一瞬でテンってなんか飛んだように、フレームが飛んだように見えるぐらい速いんですよ。やるとかなり綺麗な音が鳴りやすくなるし、音が暴れる。例えばこの辺真ん中ぐらいで力いっぱいやって、ジュワーンってなんか弦の振動が出て、なんかジャザザザザってなんかフレットに弦が当たる音とか出ちゃう人もいると思うんですけど、これやるとそれがなくなります。かなり綺麗な音になってくれると。なんでこのデコピンの意識ね、これがかなり大事。はい、ってことで今言ったことをまとめると、まず指をこうバタつかせて弾くんじゃなくて、弦に触れてから鳴る、触れて指を離した時に鳴る、指を離した時に鳴るっていうのを意識すること、これが一つ。二個目は、まあ、デコピンみたいな感じで手前に押して勝手に離れたタイミングで鳴る、こう無理やり引っ張って指でガッて弾くんではなくて、デコピンの原理で指が勝手にポンって離れた時に綺麗な音が鳴りますよと。これがまあ2つ目で、3つ目これはね、まあ、全ての楽器でない、ベース含め、まあ、スポーツも含めかな、何でもそうなんですけど、体を使うものは基本的にね、力を入れちゃいけないんです。脱力することっていうのがかなり大事で、こう弾いてて見えるかな。私基本的に弾くときに、まあ、ドレミファソラシドで練習しますけど、右手がねかなり動いてます。こうやって横に触れたりとか、親指の位置もこうやって変わってたりとか。要はなんで動いてるかっていうと、指先の力だけじゃなくてほぼ腕全体の力を使って弾いてます。腕、手首とか肘とか、まあ肩は使ってるような使ってないようなちょっと分かんないですけど、を使って腕全体を使って手前に押す、手前に押すと、こういうような感じで手が結構動くんですよ。力の入ってる人って大体みんなね、例えばここのピックアップ、ちょっとこれピックアップフェンスついちゃってますけど、ここに親指をガッと置いてめちゃくちゃ押して、指だけこうやって動かして、すごい力が入ってる状態で親指を動かさずに、親指を支点にグッと押さえてガガガガガッと弾く人が多いです。これだとね、めちゃくちゃテンポ速くなった時に速く弾けないんですよね、力が入っちゃって。まあ力んでるっていう言い方をしますかね。なので基本的にはもう親指支点じゃなくて、まあ、ちょっと触れてるぐらいで移動してます、私はね。これ難しいんですけど、まず力を抜くってことを意識して、さっきの言ったデコピンの原理で手前に手首とか腕を使って、間違った、親指動いてるでしょ。この力を抜くっていうのが意識できると、そうだな、こんぐらい速く弾ける。力むと多分あの速さは弾けないかな。こんな速く弾けないかな、多分力んでる人。なので必ず力を抜いて手前に押す、デコピンみたいな感じに手前に押す、腕全体の力を使って、これがねめちゃくちゃ大事です。今言った3つのポイント、まあ指をバタつかせないね、触れてから鳴るっていうのを意識することが1つ、まあ、繰り返しになっちゃいますけど、2個目が、デコピンみたいな感じでプンプン、まあ、手前に引くってことね、手前に押す、自分に向かって弦を押す、これが2つ目。3つ目、脱力、力を抜く。この3つ目がね本当は一番難しいんですけど、なるべく力を抜いて力を抜いて弾くっていうことを意識すると、指弾きはめちゃくちゃ上手くなります。すごい早く弾けるようになるし、音も綺麗になる。だこういうライン取りとかね、レコーディングするときはめちゃくちゃ便利なので、絶対これを意識して指弾きは練習してみてください。はい、ってな感じで今回は指弾き
フィンガーピッキング、まあワンフィンガーでもツーフィンガーでもどっちでもいいです。その時にはワンフィンガーでこうやって練習するのもありです。なんでまあこのフィンガーピッキングってやつをね、まあ、ピック弾きからまあやっぱりベーシストってね指弾きに憧れるんですよ。なんで今練習しててちょっとできないなと思った人はこれを見てぜひちょっと練習してみてください。一番のポイントは脱力ね。これでは今回指弾きの練習ということで動画作りましたけど、ちょくちょくねこういうレッスン動画みたいなのね出せていけたらいいなと思ってますので、ぜひ次回も見てみてください。で他のさっきも言いましたけど、前にねその左手のね運指だったりとか耳コピーの仕方とかねそういう動画も出してますので、よかったらそっちもご覧ください。ではまた次回、バイバイ。